ルイーザ・クリスティーナ・ディ・サボイアは、イタリアのサボイア家の公女。名前は、ルドビーカ・クリスティーナ・ディ・サボイアと表記される場合もある。サボイア公、ビットーリオ・アメデーオ一世とその妻で、フランス王・アンリ4世の娘であるクリスティーヌの間の長女として生まれた。両親が、長男、ルイージ・アメデーオを亡くした翌年に誕生し、しかも母にとっては7年ぶりの解任、出産だったため、 誕生に際しては、四次となる男児の誕生が、大いに期待されたが、生まれたのは女児だった。ルイーザの出生については、母とポムーズという名のフランス人の帝身との間に生まれた、不義の子だと噂されていた。1637年に、父が死ぬと、二人の幼い弟フランチェスコ・ジャチントとカルロ・エマヌエーレ2世が、相次いで家督を相続し、母が息子たちの殺生となった。 しかしビットーリオアメレーオ一世の二人の弟、スーキ教マウリツヨとカリニャーヌ・コートンマーズオフランチェスコは、外国人の義士の統治に異議を唱えて、摂政の座を奪おうとし、結果として、サボイア公国には、内戦が起きた。二人の叔父たちは、支援を得るべく、スペインに逃れたが、スペイン政府は彼らを相手にしなかった。母クリスティーヌは、兄のフランス王イ十三世への助けでこの内戦に、 勝利した。叔父たちが許されて帰国すると、母は和解の一環としてマウリツヨと長女、ルイーザの結婚を取り決めた。ルイーザと36歳年上の叔父との結婚は1642年8月18日にトリノで行われた。マウリツヨは聖職者から原続しての結婚だったため、この婚姻は教皇ウルバヌス8世の特別の認可を必要とした。 夫妻はマウリツェオが統治を任されたニースで暮らした。マウリツェオとは間に子供を設けることなく1657年に死別し、ルイーザは27歳で未亡人となった。夫はルイーザに生涯収集した美術品の山と莫大な借金を残して死んだ。ルイーザはトリノに帰り、夫の邸宅だったビラデッラ・レジーナを住まいとし、この屋敷を建築家 アメデオ・ディ・カステラ・モンテに命じて大幅に改築させた。このほか、グアリーのグアリーニに、サボイア公国内の教会堂の建設、修築を依頼している。1692年に死去し、ビラや、その他の遺産は、老い、ビットーリオ・アメデオ二世のツアンヌ・マリー・ドルレアンに、相続された。サボイさん、オツ・ボーン、トビー、ダイナスティアンド・ディプロマシー・インザ・コート・オブ・サボイ。 ポリティカル・カルチャーザ・サーティー・イヤーズ・ウォー、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、2007、P236 ・オズボーン、P236 ・オズボーン、P41 ハット、バイトレスキー、マーク・エゼイ、ザ・ロマンス・オブ・サボイ、ビクター・アマデウス2、アンド・ヒズ、スチュアート・ブライド・ボリューム2、ハーバード・カレッジ・ライブラリー、ニューヨーク、1905、P345 ハット・クレイバー、スーザン・エリザベス、 グアリのグアリに、S.T.T.N.Architecture, Columbia University, 1993, P294, Williams, H. Noel, A.Rose of Savoy, Maria Adelaide of Savoy, Duchess de Vuel Cognu, Mother of Louis XV, New York, 1909, P342 ありがとうございます。